モトベカンモビレットモトベカンは自転車、オートバイ、モペットなどを製造していたフランスのメーカーおよび同社の製品。設立は1923年。名称はフランス語でオートバイを意味するモートと自転車を意味するベイカンを組み合わせたものである。1981年に経営破綻したがヤマハ発動機に買収され、1984年からは MBK と名前を変えて主にヨーロッパ市場向けのスクーターの生産を続けている。なお、台湾のキネシス社から自転車をアメリカに輸入しても、トベカンの商標で販売している、モトベカン USA とは無関係である。長年にわたって、フランス最大のオートバイメーカーの一つだったモトベカン。 元々は1922年に出会ったシャルルブノアとアベル・バーディンが1923年に 175cc 短気筒にストロークエンジンを搭載した自転車を設計したのが始まりである。1930年代には元部間のオートバイはベストセラーとなり、1933年には 250cc の同車発となる4ストロークエンジンのモデルを 発売し、1930年代には、縦置き4気筒エンジンのモデルも製造していた。また、同時期には、モータースポーツにも参戦しており、ボルドール24時間耐久レースでは優勝も、記録している。第二次世界大戦後は安価な輸送手段という需要に、応えるため、単気筒エンジンを積んだ d 十五モーターバイクを生産した。これは後に、最新型のサスペンションを備えた。 Z46 へと進化した。1960年代になって大衆にとって自動車が手の届く一般的な乗り物となるとヨーロッパの他のオートバイメーカーと同様にモトベカンも売り上げが減少し厳しい状況に追い込まれていった。安くて高性能な日本製オートバイがヨーロッパに入ってきたこともモトベカンの営業成績にとっては打撃だった。 そして1964年には一旦オートバイの製造を中止した。1969年にオートバイ生産を再開した元部艦は1970年代を通して 125cc2 気筒エンジンのモデルを製造し続けた。また、少数ながら 350cc と 500cc のにストローク3気筒モデルも製造していた。モータースポーツにおいては、 1970年代後期から1980年代初期にかけてグランプリの 125cc クラスでいくつかの勝利を記録しており、1980年にはギーベルタンの手によってロードレース世界選手権 125cc クラスのシーズンランキング2位を獲得している。元ベカンはフランスの自転車産業においても主要メーカーの一つであり、 非常に軽量なマウンテンバイクを作っていたことで知られている。第二次世界大戦が終わって生産を再開するとすぐ、モトベカンはモペットの生産に力を入れ始めた。1949年にもビレットという名のモペットを発売した。モビレットはインドのモペットインディア社でもライセンス生産され、スーベイガという名前で販売された。モビレットシリーズはモトベカンが ヤマハ参加となった1997年までの48年間で、計1400万台が生産された。ありがとうございます。